とう。スプーン持ってくる。やったありがとう。今日はすごいね、本当にファンの方に大感謝です。本当にありがとうございます。あの卒業公演も控えているので、ちょっとそのね、ファンの方にすごい負担もかけてしまったんですけど、無事にできてよかったです。ありがとうございます。そう、みんな本当に来てくれて、本当に一人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 みんな知ってるみんな知ってる人で嬉しかった。なんだろう、あー、こうやって多分私は19歳から生誕祭をさせていただいてるので、19、20、21、22、23、24、25で1回なかったから6回で生誕祭をさせていただいて、こうやってなんか皆さんと一緒にねお祝いさせていただけたことが嬉しかったです。ありがとう。すごいです、みはちゃんがこのアイス、このアイスの大きさに対して、このゴディバ、ゴディバのこれに対して、このでっかいでっかいでっかいスプーンをありがとう。本当に幸せ者だなって思いながら、なんか嬉しかったです。そう、レイニャからの手紙が本当に嬉しくて、まさかだったんです。もう本当にファンの方に支えられて、ちょっと正直10月8日イベントやるんですよ。あの事務所のイベントが、卒業してから一発目のイベントがあって、そちらみんな来てくれるのかなってちょっと不安だったんですね、正直。だけどなんか今日の皆さんの、皆さんがこうやって誓ってくれたので本当にそう、私のファンの方みんな優しいから、そう、なんかすごいありがとう、たくさんたくさんギフト投げてくれてありがとう、ありがとうございます。なんか見たこともないピンクのタコみたいなのが、ありがとうございます。そう、ちなみに、まあ、もう言いますと、あの8日の件に関しては本当超近々、明日明後日まで、明後日し明後日ぐらいまでには、今週中までには詳細を出そうと今必死に動いてくれているので、でもなかなかちょっと決まらないことが多すぎて、どうしてもイレギュラーなことがたくさんあってまだ言えないことがあるんですけれども、詳細は近いうちに確実に出せるので大丈夫です。皆さんちょっとお待ちください。そうで、みんながオンラインのね、そう、10月8日のイベントはオンラインでも参加できるようにします。で、なんかいっぱいいっぱいギフトありがとう。みんな酔っ払ってギフトとかいっぱい投げてくれてるのかな、ありがとう。勝手に来ちゃったね。ありがとう、お疲れ様。みはちゃんが来てくれました。でもみはちゃんなんか映れないぐらいすごい髪型してるの、もうなんかすごいんだけど、みはちゃんなんかもう何よ、なんかどういう髪型なのってぐらいボッサボサなんだけど、みはちゃん髪が バブリーなんだから、結構短めで明るく見えちゃう。明るいね、確かに。ななこさん生誕なのにメイク薄いって夜中に言われた。硬すぎて食べれない、ちょっと置いとくって感じなんですけれども、公園よりセクシー、嘘でしょ。いやマジで可愛い、めっちゃ写真いっぱい撮れてね。みんながいっぱいさ撮ってくれて、ありがとう。公園よりセクシーは面白すぎる、 T シャツなんだけど。それかわいい。でもみはちゃんのおかげで私は自分の骨格が何か知れたからよかったです。ナチュラル、骨格ナチュラルなんだって。私ドストレート。みんな知らないでしょ、男性のショック、自分の骨格が何か。みんな、ななちゃんの鎖骨最高だよ。鎖骨はみんな一緒で、なんか割らない。違う、あの力説したじゃん、この間めっちゃいいって。鎖骨が昨日か待ってドキュメンタリー撮れたのかなって、もうすっかり忘れてるでしょ。やばいちょっと今から撮ります、すいません、回します。ちょっと白壁なんだ。なんかみはちゃんが1回だけドキュメンタリー撮るとか言い始めて、そうやばい、主演後の。でも今日の髪型結構好評なんです。
はい、失礼いたします。記者の奈良でございます。あの記者の方撮らないさ。あ、映像ディレクター、映像ディレクターの奈良と申します。本日は一日密着させていただきましたけれども、はい、実際に生誕祭を終えられて今の率直なお気持ちを伺わせていただいてもよろしいでしょうか。そうですね、なんかこう本当にちょっと自慢になっちゃうかもしれないんですけど、はい、スタンドフラワーとかディスプレイのレベル、はい、もう私のファンの方が一番だなって思って、はい、いやものすごく素敵で、本当にこれもう本当ひいき目なしでマジで自分のファンの方が一番だと私は思ってて、はい、はい、とても花冠というもののすごい初めて見させていただいたんですよ。すごいカラフルで、そうなんですよ、すごい思いが込められてて素敵な生誕院の皆さんだったなと思ったんですけども、あれはきっと各大学多分生誕院の方が選ぶ今年来る箱根駅伝の来年か、来年来る今期のシーズンで、はい、多分上がってくるであろう大学を多分ファンの方が示してくれたんですよね、はいはい、そうだったんですね。そうそう、だから帝京大学とか、はい、あ、もしかしたら赤、はい、中央大学かもしれないですね。そうだったんですね、最近来てますから、はい、国学院かもしれません、はいはい、本当に素敵な生誕祭を密着させていただきまして、こちらとしても動画の作りがいがあるなと思いました。2本しか撮ってないじゃん。いや3、4本ぐらいありますので、引き続き、我が社は西村奈々子さんを応援していきたいと思います。ありがとうございます。それでは本日の取材を終了させていただきます。本当に誠にありがとうございました。ありがとうございました。奈良さん公演より仕切りが上手って書いてる。やばい、やめて。え、でもミハ超頼もしかったです。本日本当にへこんでるんだから。そうなのだから、いや素敵でしたよ。でもね、みんな優しかった。あと、うん、思ったんだけど、多分私のファンの方ってまあ、どのファンの方もそうなのかもしれないけど、もともと AKB さんが好きだった、もともと SKE さんが好きだったとか、うん、結構その48グループの子さんの方が多い気がする、はいはい、だから生誕のやり方とか熟知しすぎてて、あプロなのね。そう、プロがいっぱいいる。確かにプロがいっぱいいるのでありがたいです。でも本当に、うん、なんか正直その私のキャンバスイルミナスの代表の方が、うん、まあ、小宮山さんっていうんですけど、小宮山さんが名前出しちゃっていいの？そう、出てるからです。小宮山さんが、うん、そのスタンドフラワーっていうか私のファンの方のディスプレイ大好きなの、もうその、それに感化されて、うん、7子の7年を考えてる、やばいよね。なんかファンの方があんなにすごいセンスがよく、うん、私の愛をこんなにもスタフラとかディスプレイにやってくれてるから、うん、僕たちが頑張らない、もっとそれを超えないといけないって謎のなんか、もう僕たちも頑張らないとみたいな、そうだからそのすごい、ね、刺激を受けてるの皆さんのスタフラに。素敵じゃないの。そのすごいね、皆さん楽しみにしているんですよ。素敵な7子の7年楽しみですよ。私はマジでこの間ズームで打ち合わせしてた時に、いや、あの子の小道具たちみたいな、あれすごくないですかみたいな、あれすごいすごい、去年まだ移籍してなかったんだけど、その私の SNS 見てスタフラとディスプレイを拝見したらしくて、もうそれで、ね、刺激をね受けたのって。素敵よ、センスに。だから毎回もう感化されまくってるんです。ありがとうございます皆さん。うん、ふん、西村軍団でビール飲んでる、いいな。私ビール飲みたいけどさ、なんか酔うんですよ、うん、だからやめてる。確かに今日疲れもあるしね、きっと。そう、でも楽しかった、ありがとう。素敵だったよ、本当に。ありがとうございます。でもさ、うん、
おつぼね公園多分千秋楽だったんですよ、うん、それ多分ね、それがね本当に分かんなくて、うん、スタッフさんも今後のスケジュールが読めなすぎてやりたいけど分かんない、調整つくか分からないって感じだったの、うん、だからでこれはね多分って言ってると本当は分かってるんでしょみたいなそうねことを言われるんだけど本当に分からないの、分かんないこともあり、お会いできてないからイベントで、イベントぜひ来てください、1部と2部があるので、でも本当詳細もうじき出るし、なんならこの後ちょっと大事なイベントの話をスタッフさんといっぱい話さなきゃいけない、そうで家帰ったらちょっと電話しなきゃ、重大なんですねこの後も、忙しくて、うん、先生よいしょよいしょ、もうすぐコロナ療養終わるからそっち行けると思う、ねえコロナ療養大丈夫、もう本当にしんどいよね、もう今はさ私もこんなアイス食べてさ元気に暮らしてるけどさ、コロナの時本当にしんどかった、美味しいでございます、それぞれ症状が違うからね、うん、そうなの、やばい今日楽しすぎて帰るの嫌になったんで新潟に泊まります、マジ大丈夫、怒られない、明日平日でしょ、大丈夫そう、今日の髪型好き、実はこのね今日の髪型は初めてやりました、私ハーフアップ1回も公園でやったことなかった、確かにイメージが、そうなの、そうだね、そう言われたらポニーテールとかはあるけど、そうなの、美味しい、アイス食べたくなった取ってこよう、いいな家にアイスあるのいいな、みんな新幹線に乗ってるんだって今、うん、電波いいとこじゃなきゃね、うん、みんなギガを使ってみてくれ、昔さ、うん、あの高崎まで電波なかったよ、そうだよ ねやっぱり気がついたらさもう大丈夫になってるけど、そうだったね、だから高崎までずっと寝てた、なんかイメージあるうーってなんかさ SNS とか更新してて、うん、うーってなって、うん、寝る直前寝て、みんな明日も仕事ですね、明日ツアーのリハだ、みんなで頑張りましょう、うん、明日朝9時からの会議めちゃくちゃ頑張れる、頑張ってね、すごい具体的、具体的、私はこれから車で帰ります、やば、お酒飲めない、月見シェイク飲んでます、頑張って、明日ロケで早い、うん大変、おっしゃる通り二押しとして参加してました、うん、うん、これからも会いに来てください、会いに来てくれるよ、だってみんなすっごい素敵な笑顔だったよね、え本当にみんな優しかった、でもさ本当に卒業前にさできてよかったよ、うん、よかったね本当に、卒業することの実感、そう今日話したんですけど、実はエッサコイサレディオのはいはいはい、収録で私の最後の収録なんですけど、実はミハちゃんと2人なんですよ、泣ける、なのでちょっと2人のお話をねみんな泣いちゃうんじゃん、で一期生では三押しですってさ、ね、一期生7人なんだけど、ねえねえそんな上じゃないんだけど、なんかあれよわざわざね直しですって言わなくてもななちゃんのこと応援してるよって言葉が一番嬉しいね、ナーピオラジオです、
ね、あっという間に卒業の日が来ちゃうよね。あっという間です。でもね、本当にね、うん、なんか楽しかった今日。えー、そう言ってもらえてよかった。こんなにも自分が主役になることって人生であと何回あるかなって思ったの。で、例えばなんだろう、主演舞台とかやったら別だけど、うん、そんなのさ、めったにあるわけじゃないじゃん、ね、私別に主演やりたいと思わないし正直。で、じゃあこういう生誕祭も開いていただけたらね嬉しいけど、うん、普通に生きてたらこんなにも自分が主役になる日って絶対ないと思ったの。そっか、そうそうそう、だからそれがなんかありがたいなって思っちゃって。結婚式って言われた、ね、すごいみんなに言われる。実は昨日、うん、あの私じゃ成人式写真撮ってなかったんですよ。成人式何、成人式の前撮り後撮りとかもあの2つともしてなくて、うん、でそのずっとタイミングを逃してて結局もう諦めちゃったんですよ、うん、でお父さんがあのもうそのせっかくだから新潟でなんかドレスとか、うんうん、今そのドレス着れる会社なんていっぱいあるから、うん、やったらってアイドル最後の西村菜々子を撮ったらって言われて、うん、実は撮ってきたんですよ。めっちゃ綺麗だったね、赤いドレス。そうでも私もっと高いかなと思った。意外と誰かの髪の毛意外とそうちょっと高いけど、まあまあ自分で払ってないので OK ということで。でこの写真を実はデータは1週間後とかに来るのでまだ本当にパッと撮った写真なんですけれども、うん、であくまでもプライベートのやつです。卒業ドレスとは全然違うんですけど、そうなの。新潟で実はそのねスタジオでも撮ったんですけど、あのミナトピアでも撮りました、うん、カメラマンさんとかメイクさんの粋な計らいで素敵。そうお披露目したミナトピアで撮ったらどう、うん、って言われて、思い出の地だね。それをと撮らせていただいたんですよ。だからそう赤が良かった、赤が良かった、いろんなね色の候補があって紫とかあったんだけど、ちょっと NGT だから赤にしようって思って。素敵ね。うん、入りたいですか？え、映りたい？なんか OK です。最近入って NGT に入ってくださったマネージャーさんが私のショールームに入りたいかのようになんか近づいてきましたけどもいいですよ別に違います、違う、俺は違うと、俺は違うと。おいくつでしたっけ？ちょうど30。若い風が入りました、フローラにフローラに若さがフローラに若さが舞い込みました。もう帰っちゃいました、若い同い年やってめっちゃ美味しくない？アイス分かる、やばい染みてるんだけど。前撮りで紫のドレス着た奈々子ちゃんのお久しぶりからありがとう、嬉しい。ぜひ皆さんもうその写真とかね、本当にいっぱい200枚ぐらい撮ったの。でもそれってなんか写真多分全部 SNS 載せきれないと思うから、私はこっそりと企んでるのはそれこそ10月8日にもうなんかばらまこっかなってばら貼っておこうかなって思って、あちこちにせっかく素敵な写真を撮っていただけたので、もう端壁とかにいっぱい貼っとこうかなって思って。写真集にはできないけど、あくまでもプライベートなんで
めっちゃ素敵だったね、あれでも。うん、宣材写真にしましょう。宣材は最近東京で撮ってきましたよ、表参道渋谷で。そうなの。10月よ、だから10月8日はいろんな私が見れると思います。あとゲストも行ってる。素敵な方が。お見合い写真じゃね、お見合い写真ってドレスなの？私お見合いしたことないからわからないんだけど。え、わかんない。お見合い写真、お見合いしたことないもんね、私たち、ないね。私たちお見合いしたことないから、お見合い写真がどんなものかわからないんですけど。ないわ、お見合いなんて。潜在写真いつから使うんだろう、わからないけど、すごい素敵に撮っていただきました。うん、そう、プライベートでね撮ってきたんで、完全プライベートです。マジで綺麗だった。8万ぐらい税込み。リアパパありがとう。パパありがとうって感じなんですけど、娘のためにならパパありがとう。ドレス1着で8万ってやばいよね。もうメイクさんとかついて、衣装さんもついてだから、どうなんだろうね。どうなの、相場が分かんないね。でも東京だともっと高い気がする、多分ね。でもよかったね、よかった、お天気も良さそう。そう、お天気もちょうどよかったし、あのミナトピアはすごく良い写真。ちょっと弱いじゃん。やば、ワイも8万出すから撮らせてくれ。でもリーズナブルだと思います。ってやっぱそうなんだ。でもそうだよね、私も実はあの本当はガチな話すると、うん、あの舞台稽古始まる前だから、ね、7月末に東京にいる時に撮ろうとしたの、うん、でコロナになったからキャンセルしちゃったんだけど、うん、そこ確かね12万とかだった。うん、いいよね。そう、六本木だったんだ。だそれもあるよね、六本木で撮ろうとしたから。あ、ドレスだけでね。そう、そうな、六本木のスタジオだった。そう、おしゃれだね。おしゃれは新潟はね、いや、お安かったか。でもすごい楽しかった。縁側食べたい。え？縁側返しよってコメントがあった。縁側？うん。炙り縁側食べたい。七子さんとお見合いするにはおいくら万円ですか？2、300円じゃない？2、300円、5兆円。新潟にしてくれてありがとう。だっていや本当嬉しかった。結局新潟でできたことがやっぱ、新潟でもしその東京で撮ってたら、うん、あのミナトピアでやるって考えもなかったわけじゃん。確かにね。だから結局マジで新潟でやって本当に幸せでした。よかったね、嬉しい。皆さん本当に今日は生誕さんありがとうございました。5兆円欲しい本当に。でもさ、人間ってさ、うん、何億あれば働かずにさ、生活していけるのかな、一生。何だろう、一生で使うお金っていくらなんだろう。でもいっぱいさ、お金持ちになっても払わなきゃいけないものがたくさん増えるだけ。そうなんだよね。そうそう、税金かかるからさ。本当にそう、そう、2億って一応言われてるよね。そうなの？うん、そう、2億あればって言われてるの。へえ、そうなんだ。生活水準によるっていうガチなコメントが届けよう。はい、そうなんだ。そう、でもそう、実際そうなんだよね。私はずっと働きたいと思ってるから、うん、それこそ結婚しても働きたいと思ってるし、うん、専業主婦になりたいと思わないから。あ、そうなの？思わない。
ない思わない。自分の親見てるから、自分の親が専業主婦だから、あんな大変なことできない、完璧に家事なんかできないから、もう私はその働いて旦那さんと一緒に家事したい。なるほどね。そう、一人で全部こなすってのはできない私は。共働きで一緒に家事を分担して、うん、そう、一緒に、そうそうそう、そういう方をお待ちしております。西村奈々子さん本当だよね。でも大塚なのみ、奈々子さん彼氏できなさそうって笑いながら言われたちょっと複雑な。美穂は専業主婦になりたい人？でも私のお母さんも専業主婦だから、うんうん、なんかその風景しか見たことがないけど、うん、なんかお母さんが帰っていてくれるっていう環境って幸せだなって思った。分かる、絶対家帰ったらいるもんね、学校終わりに。 それは分かる。なんかお父さんがさ、あのお母さんと結婚した時に、子供たちが帰ってきた時にお家にお母さんがいるように専業主婦。素敵。そうなんだ、めっちゃ素敵じゃん。常にお母さんがいてくれてとか。素敵。私一回さ、うん、家帰ったらさ、うん、小学校4年生とか結構大きい時に、うん、家帰ったらお母さんがいなくて、うん、もう初めてだったのそれが、うん、お母さんがいないなんて、うん、だからもう大号泣して、もうずっと家の前でこうやってって泣いてたの、そしたら佐川急便のお兄さんが来てくれて、うん、どうしたのみたいな、で私はお母さんがなんかいなくなっちゃってみたいな、なんか事件かと思ったらしくてすごい大ごとにされちゃって、うん、大丈夫だから一緒に見つけようみたいなこと言われて、うんうん、そしたらお母さん帰ってきたからよかったんだけど、うん、そうなの、ピュアだったでも可愛い、お母さんが買い物に行ってるだけで優ね、優しい。でもなんかびっくりするようにいつもいてくれるけどさ、急に出かけてたりする、そうそう、お見送りで久しぶりって言われて、うちの社長が喜んでます。やっぱ接待してるんだけどすごいな、 NCT 劇場で接待してるファンの方2人いらっしゃるの、おもろ社長一緒に行きましょうみたいな僕が付き添うんでみたいなすごいな、ねえ面白すぎる。鍵忘れて窓から入ったことある？ないよそんなこと。あるよ。え？窓から入るの、うん、泥棒じゃん。だって鍵忘れたんだもん。窓から入るの？入ったこと1回、ないよ。1回ある。ないよ。1回あった。ないよ。1回だけあった。今日改めて穴講師で本当によかった、ありがとう。まさにそれですって言って、あるある、多分あるあるじゃない？あるあるじゃないよ。一軒家だってマンションとかは見れる。待てえ2階からだって。どうやって？スパイダーマンじゃん。ね、やばい、うん、おかしいよ。見直しの方だよ。やばい、びっくりしてた見直しのちょっとやばいよ。ビビ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 クリしてた。ビビ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 クリした。今もう時間があれなので、そろそろごめんなさい、短くてすみません。ちょっとね、あの静かに、静かにじゃない、もうそろそろ終わりにしないといけないんですけれども、改めまして皆さん、今日は生誕祭来てくれてありがとうございました。そして DMM見てくれた方もありがとうございました。あのこれからも変わらず応援してくださると嬉しいです。生誕祭本当に楽しかったです、本当に幸せでした。ということでランキング読みましも、13位しじゅうからさんありがとうございます。12位けいすけさんありがとうございます。11位ひささんありがとうございます。10位だいさんありがとうございます。9位岩沢さんありがとうございます。8位サイクロンジョーカーさんありがとうございます。7位せなさんありがとうございます。6位セッテンガーさんありがとうございます。5位サイクロンジョーカーさんありがとうございます。4位ゆうきさんありがとうございます。3位アップルシードさんありがとうございます。2位トーボさんありがとうございます。1位マミマミさんありがとうございます。皆さん配信ありがとうございました。もうバタバタしちゃってすみませんということで、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。25歳改めましてお祝いしてください。ありがとうございました。バイバーイ。マリナちゃんから今大量に写真が送られてきた。